はい、速稼塾の久保です。今日も久しぶりにですね、鳥居真知子さんからメッセージ入ってましたんで、こう読ませさせていただきます。いろいろと生活に変化があるみたいですね。ご隠居様突然ごめんなさいと。今名古屋医療センターへ検査に行ってきました。あ、検査に行かれたんですね。はい、ご隠居様のマスク無料発送を思い出して5セット持って、病院は7時半まで外にて待つ、マスクない方入れないと書いてあり、びっくりということでございました。そうですね、今マスクがないと入れない施設ってのはあるみたいですよね。うん、で1時間以上待っている患者様、皆様が、その中にマスクのない方が3名の方がいると聞いていましたので、マスクをまちこさんね、差し上げられたらしいです。それはいいことされましたね。ご隠居様のされた時はすごくない時期だから、余計に素晴らしい気取られたことが、やはりご隠居様のやることなすことに感動を改めて感じましたと書いてますけど、私のね、まあ、私ずっと2月から4月までずっとマスクを無料プレゼント、この YouTube を通じてね、送料も私持ちで皆さんにお配りしてたと思いますけども、だから総額っていうかね、トータルで2万枚ぐらい配ったと思うんですよ、当時ね。毎日に発送してましたんでね、レターパックで。まあ、レターパック代の方が高くついたかなっていう感じがするんですけども、まあまあそういうことをねさせていただいて、マスクはいつも手に入るんですよってことを申し上げていました。確かに価格の上下はありますけども、一番高い時でね、1枚60円という時があったかな、100円という時があったかな、まあでも今はね、15円とか10円前後で落ち着いてると思うんですよ。要するにマスクはいつでも手に入るんだけども、お金を出してまで買うのはどうかなって思う人がいらっしゃったんで、私が購入したのを皆さんにお配りしたっていうのが経緯なんですけども、今マスクの価格だいぶ落ち着いたんですよね。まあ、それこそ50枚セットがね、39%とか49%で出てるみたいな、本当にサージカルマスクって以前の値段に全く戻ってしまいまして、今はねマスクが大量販売されていても誰も見向きもしないような状態になってきました。そういう意味では安定した供給がなされているのかなと思いますので、こういう時にねやっぱりこう確保しておいた方がいいかなと思いまして、私も自治会の方でね、一定数確保しておくとか、私の会社の方でも一定数確保しておくために予算を数万円からね十数万円割くみたいなことをしておりますけども、今回鳥居真知子さんは私がそういうふうに配ったのを覚えていらっしゃって、病院に行った時にマスクをねたまたま持ってらっしゃらない方にこうやってねお配りしたみたいなんですよ。やっぱりね、病院に診察に来て待ち時間を過ごしている時にマスクがないってことにね気づいて、家にトイレに帰るのもなんだし、マスクがないからどうしようと思った時に、周りの方がね1枚2枚はいどうぞっていうふうに渡してあげるとすごく助かると思うんですよね。それからまあ名古屋医療センターも別に悪いわけではないんですけども、病院にプレゼント用のマスクをね、外来用のマスクを少し備えておいてもまたいいのかなと思いましたけども、まあ、そうなったらなったでね、マスクを当てにして誰もこうマスクをしてこないってことになっちゃってもいけないんで、マスクをするっていう習慣を奨励する意味でも、病院に来た時はマスクつけてきてくださいねってことなのかなと思いますね。その中でやっぱりね、この患者さん同士とか病院に来る人同士がマスクを分け合う、こういった姿ってのはやっぱり日本人的だなと思って、私もすごく良かったなと思いました。マシコさん本当にいいことされましたね。連絡もありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それでは。